日本九州地方宮崎県小湯郡新富町。新富町は宮崎県中部の小湯郡に属する町。宮崎平野を代表する野菜の産地の一つである。東側、南側は平野、西側は大地と全体的に平坦であり、町域の約70%を平地が占める。町の南を一つ瀬川が流れる。以下は区画整理により噛み飛んだ。 美濃大から2004年に発足した町である。衆議院小選挙区選挙では宮崎2区に属する。近年選出の議員は以下の通り。詳細は宮崎県議会を参照本町と津野町、木城町、川南町、高鍋町で選挙区をなす。定数は3人。近年選出の議員は以下の通り。火器のような従来ある産業に加えて2017年に 一般財団法人形式の地域商社、固有地域づくり推進機構を設立。ライチやパパヤの栽培、旅館、カフェなど町外から企業家を呼び込んでいる。平野部では、施設園芸や、早場米の栽培が盛ん。大地では、鶏卵や肉牛などの畜産業、茶、用タバコの栽培が中心である。隣の宮崎市の佐渡原町区域と共に、市の瀬川周辺で、 全国有数のうなぎの養殖が盛んな地域である。鳥インフルエンザ、編集2007年1月30日、町内の養鶏場で鳥インフルエンザによる鶏の大量死が判明。その後国の機関による検査で、清竹町、日向市の同様事例に続き、h 5への1型ウイルスが検出され、家畜伝染病予防法に基づく一連の対策が行われた。 旅重なる風水害の教訓から、区画整理が進み、コンビニエンスストアも増えつつある一方、昔ながらの風情のある商店街は姿を消しつつある。1981年に、現在の丸食新富店がオープンするまでは、隣の高鍋町、西都市、佐渡原町まで出かけなければならなかった。さらに、別表の通り郊外型の大型店が進出する、傍ら、 老舗の店舗が破産、廃業に追い込まれている上、パチンコ店やゲームセンターで、恐喝荒野を響き、暴走行為が目立ったため、遊戯施設は1990また、新富町が J リーグに所属する、テゲバジャール宮崎の本拠地として指定され、同チームは2021年度から J3 リーグに参入を決めた。町内には、ホームスタジアム、 ユニリーバスタジアム新富が建設された。自衛待機による騒音対策のため、各校には古くから20窓並びに冷房設備がある。小学校、編集中学校、編集富田中学校小中一貫校、編集特別支援学校、編集高速道路、編集一般国道、編集県道、編集主要地方道一般県道県道24号沿いの 個人宅にある芝桜。4月が見頃で観光スポットとなる。なお、観光庭園としての公開は2017年限りで終了した。ブルーインパルスの展示飛行。ありがとうございます。